今回は滋賀県甲賀市のご当地グルメ素焼きを作っていくぜ。素焼き？一応料理動画だろここ。さすがにそれは食えんわ。やっぱり陶芸の素焼きじゃないのね。いや食べるのかよ。あら、マリサも食べる？そもそも食えないだろ。言ってるけど。温かいお蕎麦に乗せても美味しいのよ。うんうん。後乗せサクサクじゃー。やかましいわ。気を取り直して材料紹介。ラード、焼きそば麺、小ネギ、もやし、塩、胡椒、ソース。ちなみに分量は概要欄に書いておくぜ。おいちょっと待て、ラードがどう見ても豚肉じゃねえか。これには山よりも深く、谷よりも高い理由があってな。それただの平地だろ。素焼きはラードが決め手っぽいんだけど、ラード買おうとしたら量も多いし結構高いし、悩んでいたらふと真実に気づいたんだ。豚肉の油ってラードじゃん。いやでもさすがに無理がない？霊夢、諦めたらそこで試合終了ですよ。料理始める前からピンチじゃねえか。いいからさっさと調理始めるみょん。あ、はい。まずはラードを収穫していくぜ。地に撒いた種が、霧になり、実る頃、ハーベストタイム。それは異能力麻雀バトルのやつ。豚バラ肉を弱火でカリッとなるまで焼いていくぜ。そうすれば、しっかりラードが出てくるぜ。家にラードがある人はこの工程はもちろん不要だぜ。ちなみに豚肉を焼いていた間に野菜を準備できるぜ。もやしを軽く洗っておいて、小ネギを細かく切れば終了。豚肉は具じゃなかったわよね。っていうことは具はこの2つだけ？そうだな。素焼きは名前の通りにとてもシンプルな料理なんだぜ。焼きそば麺は袋をちょっと開けて、500ワットで1分ほどチンしておくぜ。そしたら先ほど収穫しておいたラードをよく温めて、レンジで温めた麺を入れていくんだぜ。麺を入れたら最初は混ぜずに、両面に軽く焦げ目をつけていくぜ。それじゃあここで素焼きの解説をお願いしようかしら。おう、任せとけ。最初に言ってたけど、滋賀県甲賀市のグルメなのよね。そうなんだぜ。それで、滋賀県甲賀市の谷の食堂で、学生のために安くて美味しいものをという思いで提供したのが始まりで、学生が次々来るから忙しくて味付けもほとんどしてなくて、テーブルで各自で味付けするようになった料理で、今では甲賀市で数店舗で食べられるご当地料理なんだけど、どういう料理なの？全部説明しとるがな、それ以上何を言えと？さて、両面に焦げ目がついたら麺をほぐして野菜を入れ、もやしに火が通ったら軽く塩を振るぜ。あれ？塩振ってなくね？振るところが取れてなかったぜ。でもさっき霊夢が言ったように、味付けのメインは卓上で行うから、塩は軽く数回振っておけば OK だぜ。そんなわけで盛り付けたら、出来上がりー。なんか奥に他の料理が見えてない？ラードの残りカスとチンしたもやしだぜ。それはもう豚バラのカリカリ焼きじゃねえか。美味しそうだにょん。それでは、いただきます。まずは私からいただくわね。うん、見た目通りに炒めた麺ね。ラードは香ばしいけど味が薄いわね。そこでこいつの出番だぜ。卓上でソース&胡椒で味付けするのが基本みたいだな。後だけサクサクじゃー。別にサクサクじゃないだろ。後だけサクサクやー。ナイフ飛んできても知らんぞ。さあ見せてもらうぜ。進化の味を。香ばしい麺にソースと胡椒がよく合うんだぜ。あと豚バラうまい。そこは素焼き関係ないわよ。じゃあ私も改めて。うんうん、しっかり美味しくなったわね。あとだけソースで高級なカップ焼きそばみたいな感じの味になったわね。あと豚肉うまい。そこは素焼き関係ないぜ。それじゃあ私もいただくにょん、豚肉を。そんな扱いされる素焼きの気持ちも考えてあげてください。誰だよお前。あ、どうも素焼きマンです。だから素焼きは素焼きじゃないっての。あ、こっちの素焼きも食べていい？食えんわ。